今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ、芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは、ピャスカル、ヤバいでございます。ピャスカル？聞いたことないわね。何かの団体の名前だったりするのか？ピャスカルさんは個人のお名前ですよ。せっかくですからプロフィールなども交えて紹介していくことにします。では、早速見ていきましょう。ゆっくりしていってね。ピャスカルさんは京都府出身の22歳、YouTuber であり、ゲーム実況などを主に活動していた人物です。今日は話題の YouTuber の話が聞けるってことかしら。そうですね。YouTube のチャンネル名は、ピャスカル、原神コスプレストリーマーというもので、登録者数は15万人ほどでした。結構人気のある実況者なんだな。原神っていうのはなんだ？今人気のソシャゲじゃなかった？はい。原神とは中国のソーシャルゲーム会社ミホヨが開発した、オープンワールドアクションロールプレイングゲームですね。原神ってなんで人気なのかしら？最近流行りの基本プレイ無料のゲームでありながら、メインストーリーに力を入れていることや、オープンワールドでの戦闘や探索要素が味わい深く、夢中になる人が増えているのですよ。基本無料のソシャゲって、課金が必要で結局かなりお金がかかるイメージがあるぜ。無料分だけでもクリア自体は可能だと言われていますが、特定のキャラクターを手に入れたり強い武器を入手しようとすると、ほぼ課金が必要であることは否定できませんね。まあお金がかかる要素がないとゲーム会社も困っちゃうわよね。ピャスカルさんはこの原神を主にプレイするストリーマー、つまり配信者なのですがコスプレイヤーでもあったというわけですね。ツイッターなんかでもコスプレを披露する人が増えているよな。ピャスカルさんはミホヨの公式コスプレイヤーでもあり、ゲームキャラクターのコスプレを公式から依頼されるということもありました。コスプレも一つの仕事にできるなんてすごいことじゃない。原神が好きな人にとっては有名な人だったんじゃないかしら。プレイしている人も多いので全員が知っていたというわけでもないでしょうが、一定の知名度を持っていたのは間違いないでしょうね。すでに原神をプレイしていたり、これからプレイすることを検討している人はチェックしてみたらいいんだな。いえ、ピャスカルさんはすでに YouTube チャンネルを削除しており、どのような動画をアップしていたかを確認することはできません。せっかく人気を得ていたのに、どうしてチャンネルを削除しちゃったの？結論だけ先に言うと、ピャスカルさんが症状を苦しめ、飛び降りをするきっかけを作ってしまったのです。かなり大事だが、その飛び降りっていうのは最近のことなのか？どうなったんだ？2023年4月13日午前4時頃、千葉県松戸市にあるマンションの敷地内で少女2人が倒れているのが発見され、いずれもこの世を去ってしまうというニュースがありました。2人？ということは飛び降りた先で人とぶつかったりした事故もあったのかしら？2人でマンションから飛び降りたのです。最上階である10階には学校の制服のような上着と靴が、それぞれ2人分置かれていたんだとか。心中しちゃったってことか。若い女性が2人揃ってこの世を去ったというだけでもショッキングなニュースなのですが、さらに驚きなのがこの飛び降りは、Twitter でリアルタイムで配信されていたことです。自分が飛ぶところを配信したの？想像しただけで恐ろしいわ。少女のうち1人が飛ぶことへの恐怖に怯えているのをもう1人が励まし、せーのの合図で腕を組みながら後ろ向きで飛び降りました。置かれたカメラは2人の姿を追いかけることはできず、画面から2人の姿は消えます。ほどなくしてバンッと何かが衝突した音が響きました。画面の外でどんなことが起きているのか想像するのは簡単だが、現場は見たくないぜ。その後マンションに住む男性が倒れている2人を発見して110番しています。別の住民によれば救急車両のサイレンがけたたましく鳴り響き、早朝にもかかわらず辺りは騒然としていたんだとか。飛び降りだけでも衝撃的なのに、女子高生が2人も同時になんて、ざわつかない方がおかしいわよね。1人は救急が駆けつけた時点ですでに亡くなっており、もう1人も搬入先の病院で亡くなったことが確認されました。この事件で亡くなったのは新潟県に住む A さんと、松戸市に住む B さんです。現場になった松戸市に住んでる B さんはともかく、A さんは随分遠くに住んでいたんだな。二人は仲のいい友達だったのか？二人はインターネットを通じて知り合い、好きな音楽バンドが同じであることがきっかけで仲良くなった友人で、A さんはピャスカルさんと交際をしていたようですね。女子高生と交際していたの？ピャスカルさんも若い人だし、年齢差5から6歳だと考えれば、そんなに変な話でもないのかしら。強い関係であれば応援してもよかったのかもしれません。しかしピャスカルさんは A さんと性的な関係を持っていました。
A さんはそれを苦にして自ら命を絶ったと？それ自体が大きな苦しみになったということではありません。もちろん A さんの年齢によっては、合意の有無を問わず罪に問われる可能性もあるのですが、今回の問題点はそこにもないのです。じゃあ恋人を失ってピャスカルさんがものすごく落ち込んでいるとかそういう話？そうでもありません。ピャスカルさんは A さんが拒んでいるにもかかわらず、性交渉の際にヒニングを使用しないことを強要していたのです。ああ、それは大問題だな。A さんがこのことについて B さんにピャスカルさんとの関係を打ち明けると、B さんもピャスカルさんと知り合いであったことがわかりました。A さんが相談したことが B さん経由で、ピャスカルさんに知られることとなります。B さんとも恋人関係だったということ？ B さんとピャスカルさんがどのような関係であったかはわかりません。ただ、情報が渡ったということは B さんもある程度深い中で B さんがピャスカルさんに問い詰めたりしたのかもしれませんね。自分のことで相談を受けたと知ったピャスカルさんはどうしたんだ？このことを他言したら弁護士を使って訴える、これは情報漏洩に当たるので大変なことになるなどと言って A さんを脅しました。相談をしたことが情報漏洩になるなんてことあるかしら？かなり微妙なラインでしょう。ただ、ピャスカルさんは、A さんに対しての加害者という立場であることは変わりませんから、ことが明るみに出るのはピャスカルさんにとっては避けたいことだったはずですね。今かなり勢いのあるソシャゲの運営会社に認められた。公式コスプレイヤーという立場は絶対に守りたかったんだな。漏洩だの弁護士だの、それっぽい言葉を使って A さんに釘を刺そうとしたってことか。こうしてピャスカルさんに脅迫された A さんは、別の配信者であるコレコレさんにこのことを相談しました。コレコレさんっていうのは？密告暴露系 YouTuber とでも言いましょうか。自身と同じ YouTuber や TikToker の暴露話や裏話を暴くことで人気を集め、ネット界の文春砲とも呼ばれる人物です。原神やピャスカルさんとは直接関係のない人物ってことだよな？なんでそんな人にわざわざ相談したんだろう。コレコレさんは10代から20代のリスナーから絶大な支持を集めていますし、リスナーから情報を得ることも多いため、大物 YouTuber の中でも相談しやすい人物だったのではないでしょうか。ピャスカルさんについての暴露もできちゃうし、考えようによっては一石二鳥ね。コレコレさんからは、もうピャスカルさんとは会わない方がいいというアドバイスを受けた A さんですが、どうやら後日また会いに行ってしまったようです。そこでもまたひどい発言を連発されたんだとか。自分の身を守るために必死になってとんでもないことを言ったのか。そんなに情報が広まるのが怖いなら成人した女性と交際すればよかったのにな。A さんがピャスカルさんに会うときは、毎回懸命にアルバイトして貯めたお金を使い、夜行バスを利用して東京まで出かけているほど彼に対して真剣でした。しかし、この件で心に大きな傷を負ってしまいます。ピャスカルさんから見た自分が、体目的の都合のいい女だったと考えたら、何もかも嫌になっちゃうのも当然だわ。A さんがこの世を去りたくなった事情は分かったぜ。だが、なんで B さんも一緒に飛び降りたんだ？ B さんが A さんと共に旅立った理由ははっきりとは分かりません。ただ、A さんと B さんは二人とも Twitter で心の闇を吐露したり、自らの体を傷つけた画像をアップする、通称闇アカウントというものを持っていました。二人ともメンタル面で脆い部分を抱えている人だったということね。B さんもピャスカルさんのせいで辛い思いをしたのか、あるいは A さんに触発されてこの世を去りたいという思いが強くなったのか。今回以前にも二人がいなくなりたいとつぶやいていたことはあるそうですが、今回の件でその感情が急速に強化されてしまったということかもしれませんね。なんてかわいそうな話なのかしら。二人は飛び降りる数時間前に、アルコール度数の高い缶チューハイを複数飲み、咳止めの薬や抗不安薬といった錠剤を大量に服用しています。飛び降りに対する恐怖心を少しでも紛らわそうとしたんだろうな。二人はツイッターに最後の晩餐と称して、お酒と薬、そして夕食が写った写真を投稿しました。そしてそれからしばらくして飛び降り配信を開始、33分23秒という長いようで最後の時間というには、あまりにも短い動画の後に飛び降りています。とんでもない大事になっちゃったというわけね。ピャスカルさんはそれからどうしているのかしら？ピャスカルさんはコレコレさん経由でこの事件のことを知り、通話中に大声で泣き崩れていますね。その後ツイッターにて長文を公開していますが、これもまた批判の的になりました。なんか余計なこと言っちゃったのか？どちらかというと逆ですね。暴露され明らかになった自身の問題点については全く触れず、彼女を不安にさせてしまい結果失った悲劇の主人公のような文章を投下したのですよ。いろんな人が怒って批判するのも当然だわ。
ゲーム配信者であったピャスカルさんですが、容姿も非常に優れており、コスプレイヤーとしての人気も高く、女性人気の高かったピャスカルさんは、ホストのような色恋営業をしてしまったと語っています。別に容姿を利用して自分に恋してもらう営業スタイルは否定しないぜ。それをさらに利用して未成年に手を出したり脅迫するのは絶対におかしいってだけで。この発言で怒り狂ったのが現役のホストたちですね。未成年と淫行、さらに脅して追い詰めて、ホストみたいなことをしてしまったという発言に憤慨しています。ホストに悪いイメージを持ってる人が多いのはわからないでもないけど、ホストでもない人間が自分のやった悪いことを、ホストみたいななんていうのは確かに意味わかんないわね。ピャスカルさんのツイッター投稿はその後途絶え、YouTube チャンネルも先に述べたように削除済み、インスタグラムも俺もそっちに行くよというコメントを残して削除していますね。まさか後追いしたっていうのか？原神内にあるフレンド機能で繋がっているプレイヤーに、こんな状況でも原神にログインして遊んでいることが暴露されています。全部投げ出して楽しくゲームで遊んでいるってこと？本当のことだとしたらあんまりだわ。またこれこれさんの元には A さん以外に実に7人もの未成年者が、自分たちも手を出されたという情報も集まっていますね。今後もっと話が大きくなっていく可能性もあるってことだな。今回の件について、彼を公式コスプレイヤーとしている、ミホヨからの声明などはまだありませんが、今まで通り続けるというわけにもいかないでしょう。続報が待たれるところです。亡くなったお二人のご冥福をお祈りします。ああ、人気配信者が配信の裏で行っていた、あまりにも鬼畜な行為に世間が衝撃を受けていることがわかりましたね。我が身可愛さのために、人を飛び降りるまで追い込むなど到底許されることではありません。本日も閉店させていただきます。ミルでした。